2月29日木曜日。今日の天気は晴れのち一時雨。日本放送飯田工事の OK 工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田工事です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です。日本放送飯田工事の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です。 まあ朝の番組をやってると、このね、電車に関してっていうのは、いろんな形で影響が出ますんで、まあ話題となることも多いんですけれども、そういう意味ではですね、この電車の情報を伝えるときっていうのは、あ芸は身を助くって言葉があるなというふうに非常に思うんですよね。この間、おとといですかはい。火曜日に、読売新聞の夕刊でですね、文化欄のところで、ちょっと書いてもらったんですよ。 えー、乗り手ツのりてアあな、社内放送実現っていうですね。<ー>これ、これまさにその芸が身をたすくというか、自分の本業とは別のところで、なんか、あの、やってることが、うん本業にも跳ね返ってくるみたいなエピソードをですね、えー、いろんな人に聞いて、俳優さん、なんか、僕がサンプルで見せられたのは、俳優さんが盆栽かなんかをやっていて、うん、その剪定でね、えー、集中するっていうのが、芸の道にもつながるんだみたいな話を書いていて、で、あのー、うちの、今、 広報をやってる人間が僕の同期ですね。はい、ですね。で、いざお前ちょっと、あの、こういう欄にいい推薦しといて、インタビュー受けることになったから頼むよ、みたいな感じで。ううううお<ー>おーおありがとうありがとう、ありがとうなんつって。で、えー、鉄道好きと、はい。このね、はい、あの、仕事の話ですよ。へ<ー>、ね、やっぱ、ね、 まずは、入社してしばらくの間ずっと中継コーナーをね、やっていたっていうところで、まあ、その辺もね、ええ、ちょっと、 エピソードとしては出してもらったんですけれども、うん、そう、確かに。で、私が入社した2004年ぐらいからっていうのは、結構鉄道業界もいろいろ変わるところがあったんで、ブルートレインが引退するなんていう時には、ね、出発の様子を上野や東京駅に見に行ったりだとか、あるいは、その翌朝ですね、明くる朝に最後の列車がやってくるというのをですね、東京駅までまたこれも見に行ったりだとか、それを勝手に実況してですね、<laughs> 勝手に報道部に 送りつけて、はい、で、あのー、勝手にですね、えー、使ってもらったりとか。そうだったんですね。うん。うんなんかそんなことをしたりとかね。で、あのー、この番組でもね、あのー、話題というか、えー、お話ししましたけれども、山手線で2週間だけ走った特別列車のお車内放送をやらせてもらったりとか、ね、まあその前にはね、あの、両国の駅舎さんと知り合ったら、あの、駅の中のアナウンスやってみませんかなんつって、えー、やらせてもらったりとかですね。 確かにあのー、夢を実現した部分が。 あってありがたいなって、ええー、思った次第でありますよ。まあ、そんな中ですよ、飯田さん、んこの記事に、次の野望も実は書かれてい,て、うん、いやー、ほんとね、ねやっぱ、ここが一つね、言っとがなきゃなと。言っとがなきゃいけない。ね、次の目標。やっぱ、あの、鉄道好きのアナウンサーっていうのは、はい、ほんと、たくさん、こう、いらっしゃってですね、で、やっぱ、一つの目標として、社内アナウンスという意味で言えばですよ。はい、はい。言えばですよ。すよやっぱあのー JR 東日本の新幹線に乗るとですね、<ー>毎回ね、ええー、まあ新幹線だけじゃないんですね。うん、特急列車もそうなんですけども、あのー、もう、 今はね、卒業されましたが、えー、富士テレビの、お、酒井アナウンサーが、はい、えー、えー、酒井の車窓からっていう、確か BS で番組をやってたと思うんですけど、そう、あのー、僕、競馬も好きでで酒井さんの競馬実況も、お、好きだったんですよ。あのーね、ね、えー、逃げ場の美保のブルボンが、えー、最後ダービーに、えー、勝利するかどうかっていうですね、ギリギリのところで、もう大丈夫だぞ、ブルボン、不中の2400逃げ切ったっていうね、この愛のある実況されてるなって、で、その酒井さんが、 実は鉄道も大好きでいらっしゃってで、えー、新幹線の、えー、アナウンスもやってらっしゃると、うん、じゃあ次はリニアだとリニアだということですよ関係者皆さん聞いてらっしゃいますか <laughs>、えー、ただリニアの時代にはそうそこでその記者さんとね話題になったのが、はい、いやでもねリニアの時代になったらだよとこのさ昨今 AI になっちゃうんじゃないんですかっていうようなね。な話があるんで。うん、いや AI にね、ない、この、愛が。愛が。伝わるんじゃないかと。そうですね。そうそうそう。あ<ー>ね、こういう番組をやっていて、この先端技術とかの話をするときに、やっぱ AI とかディープフェイクだとかそういう話もあるじゃないですか。うん、でもやっぱり、この AI とかっていうのは、この、間の部分とかね、えー。そういうところが均質になってしまって、そうすると、こう、なんと、何、F 分の1の揺らぎですか<ー> いうものは表現できないだろうと。いうところがあるんですお F 分の1の揺らぎがあると。いやいやいや、俺の声にあるかどうかわかんないよ。じゃ AI にはそういうことはなかなかあの表現しづらいじゃないですか。ね。だから、あの、きっと、この人の声のぬくもりというのをですね、やはりこの最先端技術の中にも盛り込むのが必要ではないか JR 東海さんというところで皆さん。抜かりない。一つ。よろしく、よろしく、お願いいたします。 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田工事の OK 工事アップ。えー、アメリカのね、メジャーリーグの情報が入ってきました。各地オープン戦行われておりますが、えー、オリックスから今シーズンドジャースに入って、 山本義信投手、えー、アリゾナ州サプライズでのレンジャーズ戦に先発で初登板二回を一安打無失点三、えー、三振と好投したということでありますそれからカブスの鈴木成也選手はブルワー,ーズ戦に二番ライトで出場していると、えー、いうことだそうです、えー、隠しね。 日本人選手の活躍。このぐらいの時間帯っていうのはメジャーの情報がちょうどリアルタイムで入ってくるような時間帯ですんで、えー、今シーズンはいろいろとね、伝えられると思います。そして3月の20日21日日本放送では、えー、メジャーリーグのね、えー、ソウルでのドジャースの開幕戦、ねえー、実況生中継でお送りいたしますんで、こちらもぜひお聞きいただければと思います。試合自体は夜7時からあったはずですね。えー、ぜひぜひお聞きください。さあ、あ今朝のコメンテーターは、 明治大学教授で経済学者、飯田康之さん。この後6時半過ぎからご登場。えー、まずは厚生労働省が発表したあの飲酒のリスクとかね、えー、のガイドラインについてであります。そして昨日の日経平均株価終値は31円安で引けましたけれども、まあ市場最高値水準をずっと維持していると。えー、そして G20 の財務省中央銀行総裁会議が開幕いたしました。7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンは政治倫理審査会今日各市 一面トップ、これですけれども、えー、今日明日完全公開で開催すると、そして今日は岸田総理大臣が出てくるぞということ。まあ、このあたりについては、共同通信の、えー、編集員、久江正彦さんと電話をつなぎまして、えー、詳しい裏の事情など聞いていきたいと思います。えー、7時30分頃のニュースプラスワンは、えー、損害保険大手4社政策保有株、いわゆる持ち合いというやつですね、えー、をゼロにするんだというニュースが出てきました。そして7時40分過ぎ、ここだけニューススクープアップ。えー 明日で、能登半島地震から2ヶ月となります、えー。被災地のボランティア宿泊拠点の運用が開始されたということですが、実際現地どうなっているのか、NPO 法人、えー、レスキューストックヤード代表理事の栗田信之さんと繋ぎまして、えー、ボランティアの現状などなどについても伺ってまいります。メール、そして X、こちらです。 メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットコム。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク一二 1242.com。X のハッシュタグはハッシュタグコージー1 2 4ハッシュタグコージー1 2 4です。 6時25分です。この時間最新の株と為替の情報を、ガイタメドットコム総研調査部長の神田拓也さんに伝えていただきます。神田さん、よろしくお願いします。はい、ガイタメドットコム総研の神田です。おはようございます。おはようございます。はい。えー、まずは現地28日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、はい。前の日に比べて23ドル、39セント安い、38,949ドル2セントで取引を終えました。うーん ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は87.56ポイント下がって1万5947.74でした円相場は前の日の同じ時間帯と比べ約20銭円安ドル高の1ドル150円69銭付近で取引されています、はい、ニューヨーク市場の株と為替は比較的落ち着いた動きとなりましたうーん 市場は本日29日に発表されるアメリカの1月 PCE デフレーターの結果待ちの様子です、うん、PCE デフレーターは、はい、FRB がインフレ目標の対象として重視する個人消費関連の物価統計です、うん、まこのためその FRB の金融政策の判断に影響を与える経済指標として注目されています なお、その今年これまでの円の最安値は1ドル150円88銭なんですが、このところ150円台後半でえ足踏み状態が続いていると,いとまあこの本日のですね、アメリカの1月 PC デフレーターが、 これを超えて151円台に乗せるきっかけとなるかが、通貨のね、まあ、通貨マフィアなんて言われ方もする、はい、あの神田財務官も含めて、G20 行ってますよね、これ、はい、タイミング的にはちょうど発表されるといい時間にそこにいるということになると、はい、発言も結構。 話題として出てきますかね。はい。あのー、おそらく百五十一円台に乗せるような場面が出てくると、はい、円安をこう強く牽制するようなうん発言も相次ぐんじゃないかということが想定されます。まあそういうところでちょっとね、<ん>あの円相場しばらくは神経質な動きが続く可能性がありますよね,ね。まあ同じ席に財務大臣も中央銀行の総裁もいますもんね。ええー。うんわかりました。はい、金田さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。 ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各地が入ってまいりました。今日の一面トップはもう各地、聖林審聖林審聖林審となっております。えー、朝日新聞、首相出席、聖林審中継へ、今日明日安倍原5人も。えー、読売新聞、聖林審公開、首相出席へ、現職発、安倍二階派5人も今日明日、えー。毎日新聞、聖林審今日首相出席、全面公開、明日安倍派4人。 えー、そして、産経新聞、首相出席、今日、生林審、全面公開2日間で6人ということで、今日は岸田総理とお武田良太さん、二、え、階、ー、派の事務総長経験者という二人だそうであります。まあ、これについてね、えー、後ほどお、今日のコメンテーターの飯田康之さん、で、さらにはあ、共同通信社の編集員の久山、えー、雅彦さんともお、電話をつないで、いろいろ聞いていきたいと思います。で、今日の生林審に関してはですね、もう予定が各地のお紙面の中に載ってましたけれども、 え、総理午後2時からだということでありますんで、まあ、辛坊さんの番組あたりっていうのがね、ちょうどその結果が出てきて、じゃあオープニングも含めて何言うかっていうところが、また注目されるところだと思いますんで、えー、木曜日は私だもお手伝いでございますんで、ぜひお聞きいただければと思います。えー、そして、まあ,あ、気になるニュースというところで、うーん、国会生林心移植になっちゃっていろんなものがスタックしてしまっている中で、うん、 毎日、ごめんなさい、えー、読売新聞が、政治面、4面で、えー、伝えておりますが、えー、装備輸出緩和事項早期合意方針を確認、次期戦闘機容認時の条件詰めということで、この話っていうのは、まあ、あの、もともと去年の夏あたりは、えー、自民公明の間でね、まあ、この、 防衛装備品、まあ、いわゆる武器の輸出に関してっていうのも緩和していこうじゃないかというところで進んでいたわけなんですけれども、まあ、秋口から公明党の、えー 姿勢が非常に固くなってきていて、ええー、まあ、武器輸出、まかりならんというふうになってきてたんですけれども、まあ、ここへ来てですね、先月末ぐらいから、まあ、今回のこの次期戦闘機に関しては、容認してもいいんじゃないか、みたいな話があって、そして、今週の、山口夏夫公明党代表の会見などでも、総理がきちんと国会で説明をするんだったら、まあ、そういう議論をして、ええー、決めていくべきなんではないかということが出てきて、で、 えー、しかもですね、3月に入ると、予算委員会は参議院に、えー、ボールが移っていくということになると、そして山口夏夫代表は参議院議員でいらっしゃるということで、そこで、えー、代表と総理の、町長々発信の中で、まあ,あ、何かが見えてくるのか、みたいなところがあって、で、えー、早期合意の方針確認みたいなところがですね、えー、両党の政調会長官で、このところを、 かなりいいいいい話をしてててるととうことが出てきています、まあ、まずはこ時期、うん、戦闘機に限って、えー、そして、さらに、うん、志を同じくするような国に限って認めるというようなところから突破口にしていくのではないかというようなところが見えてきたとういうニュース、まあ、水面下でこんな動きもあったというニュースでありましたこ,こが気になるでした。 この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は明治大学教授で経済学者、飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますえー、この時間まず取り上げるのは、まあ,あ、飯田さんも X でポストしていらっしゃいましたが、はい、厚労省が発表したあの飲酒のリスクだとか体への影響をまとめた、はびじめてのガイドラインというやつですよ。うん、はい。えー、で、えー、このガイドライン、えー、指針によると、大体、はい、まあ、えー 大腸がんの発症リスクを高める飲酒量の目安は、うん 1>, えー、1日あたりビールロング缶1本と、はい 1> えー、いうような話なんですけれども、うん、まあこれ自体もですね、まあ、余計なお世話だというのが一つ。<laughs> で、えー、背景としては、はい、あやはりこの厚生労働省、これまでずっと喫煙の撲滅に向けて頑張ってきたわけなんですけれども、はいうん まあ、これ以上、ちょっと、タバコを叩く要因がなくなってきたと。うんじゃあ、次はお酒だと。で、いいえー、これね、タバコ吸わない方、えー、そして、えー、お酒飲まれない方、はいえー、考えていただきたいんですけれども、タバコの次は酒、酒の次は何でしょうと。そう。ねとにかく、うんう、まあ、何でもかんでも、まあ、体に良くはないんですよ。 ええー。本当ですよね。酸素だって吸いすぎたら体に良くないみたいなこと言うぐらいですからね。<laughs> そう。とね、うんえー、昨日予習ばっちりの、おー、田さんが申しております。バレ <laughs> てましたよ、ザルザルザもう、深く予習をしてきました、ね。あ、なるほど。ただで、ね、これね、はい、もう一つ悪いところは、こういったガイドラインって、はい、観測気球的なところがあって、お反応を見るってことですか。反応を見る。それに対して、うん、ええー、まあ、ええー、 大手の飲食チェーン居酒屋チェーンとかが対応を考えるとか飲み放題の縮小もみたいなこと言っちゃうんですよ冗談じゃないっすよねはいでさらに言うとね飲み放題って何のためにあるかって言ったら、えー、たくさん飲めるからじゃないんですよあれ会計が楽だからなんですよ <laughs> 確かにねそう確かに っててわせしなくていいんではいはい、はい、確かにそうですね。あれね、人手削減 DX なんです。DX じゃねえか。確かに簡素化という意味ではね。そうなんです、そうなんです。うん、手間省いてるんですよ、あれ。で、飲めない人も割り負けるとかそういう心配がない。うん,うん。そうなんです、そうなんです。で、あの、で、さらにですね、これ出てきた背景としては、はいうん ストロング缶と呼ばれるアルコール度数8%以上の缶酎ハイ。はいはい、で、えー、これやっぱりね、飲み口がいいので、すごい量飲んじゃうと。はい、うで、もともとの度数が高いので、えーまえー、ちょっと酔っ払いすぎて、<よ>まあ、急性アルち等のリスクも高まる。はい っていう話で、これに対して目をつけたあのが財務省と言いますか、え国税でありまして、はい、よくよく考えると、普通の中ハイの倍アルコールが入ってるのに、税率が同じなんですよ。<laughs> で、だからこれを適正化していくという指針示した。はい、そうすると、各社、 別にですね、ええ、税率が変わるんだったらストロン缶売る気にならないわけですよ。で、よくよく考えると、うん、その日本のアルコール度数無視で、はい、缶ごととか量ごとに、まあ、あの税金をかけてるって、あの方式はやっぱおかしいんですよね。で、各国では度数に応じた税率が普通です。はい っていうふうに言ったら、急にこのストロング会の自粛みたいな。そうですね。これ自粛じゃないんですよ。うん、税金で対して得じゃなくなったからやめたって実はだけなのに、うん、何かそれを健康と絡めることで、はい、えー、お酒、タバコに続いて、酒も、うん、まあ、社会的に縮小していこうという流れになってる。うん、これ果たしていいことなんですかね、と。 いやえー、感じるんですね。ねえ、コロナの時に続いて、またこれ飲食店いじめみたいなね、居酒屋とか、お酒出すお店いじめになるのかっていう。うん、そう、何かですね、えー、まあ、正しさの暴走といいますか、はい、まあね、酒もタバコも体に悪いでしょうよ、そりゃ。で、そういうちょっとでも何かあ悪い日があれば全面的に叩くっていう、ううじゃあ,あ、どういう社会を目指してるんですかと。みんな学級委員長になりたいのか。そう。 えー、ズバリここが聞きたいでした。えー、今朝のコメンテーターは、明治大学教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、では、7時またぎ、まずはこちらのニュースです。昨日の日経平均株価、終わり値は31円安、史上最高値更新から初の値下がり。 昨日の東京株式市場日経平均株価の終値は前の日と比べ31円4 9銭安の39,208円3銭でした。値下がりは先週22日に市場最高値を更新してから初めてです。はい。 まあ、4営業日ぶりに下げたということですけれども、3万9000円台です。はい。えー、そしてね、前日三31円下げただけで、うんうん、ニュースになるっていうのがね、<laughs> 報道の加熱っぷりを。ね、はい。で、えー、日経平均株価あ、うん、というのは、あまあ、日本経済といいますか、代表的な225社あ、はい、を選んで、うん、その株式を、おまあ、ちょっとダウ平均法っていう特殊な方法で、 平均するんですけれども。だまあ平均値だと思っとけばいいんですけれども。うん、このこの225銘柄、ちょいちょい入れ替わってます。うんうん、なので、はい、えー、まあその、バブル前の、バブル期の最高値を超える超えないっていうのは、はいうん、その225の中身だいぶ入れ替わってますから、<ー>うん、何がなんだかよくわかんないものなんですね。<ー>ただやっぱなんかね、えー、数字って不思議なもので、 え、そこを超えると、なんかやっぱ株式市場の人たちもね、ちょっとそう、超えそうになった時からそわそわし始めて。はい。で、やっぱ超えると、やったーみたいな。拍手してる、ね、手してとかっていうのはね。まあ、あの、お祭り験担ぎみたいな、ああ、もんだと思って、うん、えー、いただければ、ああ、いいんですけれども。 ただやはりあのバブル期と違ってですね、はい、あの企業業績から見て決して高すぎるという状況にはまだありません。んえー、だからもっと上がるかどうか正直わかんないんですけれども、<ー>えー、例えばあ、まあ、バブル絶頂期に3万8000円台だった時はやはりですね、企業業績、足元の企業業績から見ると、はい、いくらなんでもやっぱ高すぎだった。 あんですねで、えー、これはあ PR というもので見ることが多いですけど、はい、要は会社が上げてる利益の何倍になってるか株価が。で、えー、これがですねあまりにも高くなると、はい、大した利益上げてないのに株価が高いって状況だと基本的に株を保有していると配当その、うん 会社が上げた利益の分け前をもらえるからみんな株を保有するわけですよね。ええええ、分け前大したことないのに株価が高いっておかしいだろうと。確かに。うん、それを正当化するためにそのバブルの時には、いやいや、今は低いけど、はい、これから日本が世界の国際金融センターになって、えー、製造業が拡大して、うん、えージャパンズナンバーワンになってとかっていう、虎ぬたぬき、 の川山用込みで3万8000円台だったのと、うん、はい。今、足元の利益から見て3万8 9000円は、決して高いわけじゃないです。うん、安くもないですけどね、うん、正直、うんえー。なので、えー、これも全然内実は違ってる、というふうに考えた方がいいですね、うん。まあね、こういうことが出てくると、じゃあこの先どうなるんだろうね、とか、ね、うん、えー、まあ、県庁にこれ、 日本の企業は推移していくんでしょうかまあそうですね、あの、現状ですね、えー、日本企業、特に輸出系企業について、業績が急,激急速に悪化する、うリスク要因というのがそんなに大きくないんですね。で、安全保障上の脅威云々というのも、これ、福岡、福岡、日本の製造業にとっては、えー、むしろ、この経済安全保障の強化が追い風になっている側面というのもあります。うなので、まあまあ、 まあ相場はねギャンブル、はい、当たり外れですけれども、はい、現状が異常だと判断する、うん、まあ主流のエコノミストはいないと思いますね。なるほど。えー、ニュース七時またぎ七時をまたいで経済の話深めてまいります。お気の放送は日本放送です。 今朝のコメンテーターは、明治大学教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ,あ、先ほどから、日経平均株価のね、えー、市場最高値の話、うん、まあ、企業業績というか、まあ,あ、いきなり下がるようなリスクはないというお話がありました。うん、でも、あのー、バブルの頃なんて、 考えると、ええ、なんか世の中がこう浮かれているってところでけしからーんと、なんかさっきのね、<laughs> あのお酒のガイドラインの話にも通じるんですが、そういう時にこうね、あの正常化をするんだと、なんか引きめるべきだと。 いうようなことがなんか出そうで怖いんですけど。そう、何かね、えー、景気が良いと、はい、その後罰があるんじゃないかっていう、う不思議な学習が働いちゃってるところがあるんですね。はい、で、えー、さらに、えーまあ、大手メディアなどでも、うん、どちらかというと、その、まあ、何か、あそのうまくいっていない人、企業、産業に寄り添うっていうことを,、はい、を重視してきたと。 でそれはまあ、それで一つの見識だと思うんですけれども、うんはい、どうもですね、この伸びてる業界、伸びてる企業を褒めないっていうのは、うんうん、日本のあんまりいい癖じゃないと思うんですよね。なんか僕、子供の本当にちっちゃい頃ですけど、このバブルのこと覚えてるのは、うん、なんかこういう時に一杯のかけそばとかですね、なんか製品みたいなのがもてはやされたよなっていうね。まあそうなんですよね。うんえー、ですから、まあ、あ、そういった空気の中で、 世界の情勢というのはもう、一歩も二歩も先を言っています。で、現下のインフレ、やはりですね、もともとはウクライナ侵略戦争とか、はい、まあコロナ明けによる資源高というのが大きな懸念で、それに対応するために各国は金利を上げてきた。 だけれどもどうも国際的な資源価格高インフレーションは止まりつつあると、うん、だそれに伴って日本のお、まあ、物価上昇率も2%超えてはいるんですけれども、まあ、だんだん落ち着いてきましたよね、うん、で、えー、そういった中で今世界の焦点はこのコロナウクライナ対応で上げてきた金利をどのタイミングどのペースで 下げるのかっていう方に向かっています。はい。で、えー、こんな中でせっかくずっと金利を低いまま抑えることができた。はい。えー、金利を低いままにして、えー、インフレ率を加速させなかった。これはもう各国から見たらめちゃめちゃ羨ましい環境っていうのが珍しくできたわけですよ。確かにね。各国、金利上げたくないですよ、それは うんうんけ。ね、金利上げたら経済は失速するのは目に見えてるから。そうそうそう。できればブレーキ踏みたくないと。そう。だけどインフレがひどすぎるから各国、やむを得ず金利を上げてきた。うん、で、えー、日本はあうん、金利低く抑えることができた、えー。まさにマンションの価格、マンション販売等の好調っていうのもこの低金利が支えています。はい。で、 にもかかわらず、大して物価上がんなかったんですね。そうですよね。各国のき、日本国内だと30年ぶりの物価上昇で、はい。なんかもう、えー、もう大変なことにってなってますけど、はい。一般的な先進国では、毎年このぐらい上がるのが普通なんですね。うーン 2%, 2台。えー、で、その程度で抑えることができた。で、各国が利下げに向かおうとしている。はい。 中で日本はなんで金利を上げるって話してるんですかと確かにね。ね、せっかく、これ相対的更新性仮説じゃないですけれども、はい、せっかく周回遅れになったんだから、あの、無理やりこっからあ、なんか追いつく必要ないんだよと。周回遅れでも今先頭に立ってるみたいですね。そうそう、だから周回遅れの結果先頭に立っちゃったんだから、うん、あの、まあ、よしでいいじゃないか。 そんな中国際会議が行われております,す G20 財務省中央銀行総裁会議が開幕日銀、上田総裁が出席 G20 主要20の国と地域の財務省中央銀行総裁会議がブラジルで開幕しました長期化するロシアのウクライナ侵略や中東情勢の緊迫が世界経済に及ぼす影響などについて議論が行われます日本からは日銀の上田総裁財務省の神田財務官が出席しております まあ、鈴木財務大臣は予算の審議等々という国会対応で出ずというところですけれども、うん、そうですね。で、今回大きな話題になるのは先ほどお話ししました各国、どのようなペースで金利を下げていくか。はい、どうもね、アメリカ、利下げ地下市と言われてたんですが、えええー、やはり今度はあの、コストプッシュじゃなくて、つまり資源価格の高騰ではなくて、 アメリカ国内自体での、ちょっと消費が加熱気味なんですね。うん、これ、ジョーンズに追いつけっていう言い方をしますけれども。ジョーンズに追いつけそう。ジョーンズってのは日本で言うと、なんてか、えー、なんでしょう。山田さん、鈴木さん的な、あ,<ー>あの、一般的なお名前というか。そうですね。うん、で、えー、要は、周りがみんな使ってるから、うちも使わないと。<ー>っていう形での消費加速があるので、なかなかここで、 資源価格が落ち着いて金利下げると、もう一回消費が加速しちゃうんじゃないかっていうんで二の足を踏んでいる状態だったりします。ただですね、やっぱりあのアメリカも含め、その利上げの根本的な根拠だったインフレーションが落ち着いてきた以上、多少の措置はどっかで取らなければいけないだろうと。では一方日本銀行は、と言いますと日本銀行を3月、4月の焦点は、 マイナス金利の解除をなんですね。はい、で、このマイナス金利の解除を自体は、ちょっとあの、金融政策、金利、利上げ、利下げの政策とどの程度、連関関連しているのか微妙なんです、実は。すごくテクニカルな政策なので、はい、なんですけど、この状態で政策変更をしたら、うん、あ、日本は利上げなのね。はい、っていうふうにマーケットに受け止まれ、受け止められかねない。 なので、えー、今、マイナス金利是正をしたい日銀は、いかにこれが金融引き締めとか継続的な利上げではないんですよ、はい、というのを、はい、まあ一生懸命マーケットコミュニケーションを取ろうとしている。この地ならしが済むまでは、はい、まあ済んだとしても私はなんでこのタイミングでやるのかよくわからないですけれども、うん、どうしてもやりたいんだったら、あもう少しマーケットとかコミュニケーション取った後、なので、 私は3月、4月と急がない方がいいと、これは私の意見。うん、で、一方予想としてはおそらく、私は4月だと思ってますけど、4月にマイナス金利は解除されるんじゃないかなと思います。その4月のね、金融政策決定会合の直後に、神奈川県民ホールでイベントもございますんで、はい、ぜひその辺のね、ホットな話はいけると思います。チケット6500円よろしくお願いいたします。はい。 おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康之さん取り上げるニュースはこちらです 政林審、今日明日完全公開で開催。岸田総理大臣ら6人で出席へ。岸田総理大臣は昨日、自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる問題で、衆議院政治倫理審査会政林審に対し、自民党総裁として説明責任を果たしたいとして、審査を申し出ました。自民党総裁として政林審に自ら出席をし、 えー、マスコミオープンの下で説明責任を果たさせていただきたいと、まあ、志のある議員に、性倫心をはじめ、あらゆる場において、説明責任を果たしてもらうことを期待しております。 えー、岸田総理の昨日官邸での取材に応える音声をお聞きいただきました、えー、総理が6人ということで、今日は岸田総理大臣と、そして、二、まあ、階派の事務総長をされていた武田良太さんと、うん、こういうことになるようですけれども、ね、総理はこう出てきたっていうはい、えー、これで、えー、その他あまあ関係、または成倫審の出席を要請されていた、うん 議員も、まあ、逃げようがなくなったわけですよね。親分が、あの、やるって言ってるんですから。ま、そうですよね。さあ、この辺の、まあ、どういう行きさつ等々、ね、ええー、あったのか。この時間は共同通信社編集員の久江正彦さんと電話をつないでお話伺います。久江さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。いいますこの総理のこの判断っていうのは、久江さんどうご覧になってますか まあ一一一言で言えば給給与与のの策策ですよね要するにあの憲法の規定でですね、はい、衆議院を予算について、ですねこの3月の2日までに通さないと、年度内成立が図れないんですよ、はい、だからこの説明責任、世論の厳しい風、それと予算の年度内成立、はい、もうこれを目指すためには、ですね、ええ、もう総理が自ら判断して出るしかないと、それはなぜかと言いますとね、はい、まあ、この5人衆。 プラス、まあ、出るっていう話がも進んでたんだけれども、おとといの夕方になって、はい、まあ西村康俊さんと武田亮太さんが、はい、まあ傍聴がいいよって一った話になったんですが、<laughs> まあその夕方の段階で,です、ね、この他の安倍派の高木さんとか塩谷さん、はい、あるいは松野さんがですね、<laughs> まあ自分だけいい格好するんじゃないよと言ったかどうか知りませんが、要するにですね、そういう形でですね、ちょっと待ってくれよってことで、西村さんが辞めた。ただ、いやいや、武田さん私一人になっちゃうじゃないか、ということで、まあみんな逃げちゃって、まあこれなんかあの、例えが悪いですけどね、あの、追い込み量みたいなもんで、まああの、総理としてはね、2月15日の日に、 政治責任についてはね、はい、その関係者がそのどういう説明責任を果たすのか、それを見て、踏まえてです、ね、党として判断していきたいって言ったわけですよ、うん要するにこれ、翻訳すれば、政治資にちゃんと出ればね、党としての処分もちゃんと考えるよと、あこうやって言ったわけですそれでまあ追い込み寮で中にこう2人入ってたんですが。はいはい 崩壊公開するってなったら、まあ、逃げちゃったわけですよ、そう,う,、うん、うしたらもう自分でもバンジージャンプ見せるしかないと、一種模範演技みたいな形で、ですね、はい、今、飯田さんですか、おっしゃった、ついてこいという形で、健康一滴やったら、本当に誤についてきちゃったっていうことですよねあこれねで、今後なんですけど、どう決着つけていくつもりなんですか、総理は。うんこれはですね 政倫心というのは、もともと一番ハードルが低くて、はい、野党でやるってことになったから、スポットライト浴びてますけれども、えー、はっきり言えば、ですね総理にしても他の5人にしても、はい、新しいことはほぼ出てこないですよ、あ<ー>つまり、まあ、一種のこれ、格闘技見せて,見せてるわけですよね、野党は野党で出てこい、出てこいって言って、ですね、はい、で出てきましたと、中身というよりも。 まあ、ある意味、そのテレビカメラで入れてですね、国民に、ほらねと疑惑が深まってでしょうというのが野党で、自民党側はちゃんと説明したでしょうということで、この成林心を境にしてですね、別な意味での攻防がまた激しくなりますよね。えー えー、スタジオにはあ飯田紗幸さんもいらっしゃいます。あ、明治大学の飯田でございます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、えー、今回まあ性倫理、えー、まあ久江さんもあの一番ハードルが低いとおっしゃったあ通りですね。これはどちらかというと倫理的な責任を問うものですし、偽証等も適用されないと。はい。でこういった の中で、えー、この成隣心というのが、何かの追求の方法、手段になるということは、事実上ないということですよね、事実上ないですよねだからよほど失言をするとか、ですね、うん、ハプニングがない限り、基本ないと思いますね、じゃあなんでそのハードルが低い成隣心なんだと、はい、野党も早く最初から承認刊門でいいじゃないかと、偽訴罪に問われるんだからと、はい、こういう話もあるんですが、うん、そこの部分は、ですねやはりこの能登半島自身も含めた、うん、 この予算案を通さなきゃいけないっていうのは、これは与野党一致してるわけですよね。うん、ということでいうと、予算委員会っていうのをう片道一車線、そこで参考人、証人官文やると、ですね、はい、予算の審議は進まないわけなんで、で、まあこの2月の4日、まああの,他の番組でですね、自民党の浜田国対委員長と立憲の安住国対委員長が政倫審ということでまあ打ち出したわけですよね。うんはい それは一車線だと詰まっちゃうからよ、分け道に速度を作りましょうってことで、整臨審っていうこの速度を作っていったわけですよ。俺が今、どん詰まりを迎えてる。そして総理がもう詰まっちゃったんで、自分が出て行って、もう安易演技見せるよと、建前論しか言わないけどねって、まあ、こういうことですからねはね、いうん。はあ、これ、とりあえずはじゃあ、それを境にして、まあ、予算はなんとかこれ、今週内に通すってことになっていくんですか。まあ、それがまさに今日最終公募だと思うんですが、はあ まあ、いずれしにしても、ね、通るにしても、予算委員長の解任決議、議員委員長の解任決議なんかって、野党が出す可能性があるんですよね、<ー>そうすると、もう 2>,、はい、2日の日の23時59分までに参議院に送れば、事前、はい、整理するんですけども、その公募がぎりぎりやってるんですが、まあ、 2>, あの2日だろうが4日だろうが、これ、ある意味、あの年度内成立がどうこうってことで、野党が手柄かもしれないけど、まあ、国民にとってはそこ、あんまり関係ないですよねそうですね、えー、何かその与野党ともに勝敗のラインっていうのが、あ非常にいい、ま、政治的というか、政治の中の、えーまうん、国民から見たらさまつなルールの部分っていうのに集中してしまってるわけですよね。 ね、これはあの結局、与野党の、はい、が言葉を使ってです、ねまあ、国会という舞台で言葉の格闘技をやってるわけです、うん、で国民にどっちに分がありますかというのを、ね、やはり4月28日の衆議院の3つの補選、うん、もっと言えば衆議院選挙。うんうん こういうことも踏まえて、ですね<ー>要するに世論に対するアピール合戦みたいなところもあるんですよねさらに、今回、政林審、公開で行われるということで、えー、各メディア、うんえー、各社の社論に沿ったところを好き放題切り取って、うんえー、印象付けの報道をしてくると思うんですけれども、はい、そういった中で、われわれ、この政林審から何かあ、まあ、有益な情報とか、えー、有益な政治のお姿勢というのを汲み取るためにはどうしたらいいでしょう。 やはり、ですねこれ、は問題の本質は、結局ですねいわゆる、いわゆる裏金問題と言われている問題ですね、これは誰がいつ始めたのか、なぜ長きにわたって続いたのか、一昨年の8月になぜそれが一旦やめることになったのに、復活したのか、これが確信なんですよね。ですからこのイメージ論イメメーージジ論をそれぞれぞも 全然解明されてない、与党は自民党はこれで説明責任を果たした幕引きにしたいっていう、こういうことなんだけども、はい、やはり大事なことは、ですねやはりその一般の人たちが不記載とわけが違うんですね、一方、うん、府の法律を作る、110兆円をる予算を作る人たち、うん、そこでもやっぱり最も大事なですね。 このお金の問題と不記載というのは、一般の我々のミスとは全然重みが違うんですよね。うん、そういうことを考えますと、やはりこの問題がなぜ起きたのかということを、ですねしっかりと検証して、ですねそうしない限り、やはり再発防止も意味をあまりなさないと思うんですよね。なるほど。そこにやっぱり着眼したいですね一方で、野党の主要議員にも、えー、パーティー券収入の不記載というのが出てきていて、これは。 自民党の問題であると同時に、異界全体の問題という見方もあるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょう確かにですね、まああの、安住国対委員長もです、ね、何十万かありましたけれども、はい、でこれは結構、あのいわゆるその事務的ミスとは言いませんけれども、散発的には起きるんですね、うそういう意味では、不記載裏金ということで同じ、与野党ともに共通はしてるんです。 ただですね、この安倍派の長きにわたってですね、規模と期間ですよね。やはりここはですね、同じ問題が与野党があるだろうということなんだけれども、構造的な問題ということに関して言うとですね、やはりこの安倍派の 6億円でしたかね、規模から言っても、ですね長さから言っても、そこはちょっと別やや別物かなという感じがしますよ、ね、うそうするとでも、例えばね、昔の OB の方々で森さんとかの話とか聞いてみたくなっちゃいますけど、そういうことにはなっていかないんですかならないないりそうもないですね。ただ本質的にはやはやりこれ 森元総理大臣がですね、はい、やっぱり説明一番分かってるわけですよね。そねこの清和会、今、うん、の平和県の古事来歴を。はい、やはり森さんが本当は説明すべきですよね。うん、説明しないってことはやっぱり怪しいってことになっちゃうじゃないですか。そうですよね。えー、いやー、久々本当朝からどうもありがとうございました。また引き続きよろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。したおはようニュースネットワークでした。 さあ、続いてニュースプラスワンです。えー、明治大学教授で経済学者、飯田康之さんと解説していくニュースこちらです。損害保険大手4社が政策保有株ゼロへ。 損害保険大手4社、東京海上日動火災保険、損害保険ジャパン、三井住友海上火災保険、あいおい日生童話損害保険、この4社が、えー、およそ6.5兆円分の政策保有株を数年かけて全て売却することが昨日分かりました。4社は今日、金融庁に業務改善計画を提出します。えー、日経今日一面これでした。はい これ、えー、元々、はい、何がきっかけかというと、<え>ビッグモーター事件ですね。あの、ビッグモーター事件に端を発して、で、えー、そのビッグモーターとの損害保険契約に、まあ、不正であったり、まあ、 一部、詐欺行為に近いこともあったんじゃないかなんていうふうになって調査が入ったと。うん、はい。そうしたら、あそこから芋づる式ではないですけれども、<ー>損保、損害保険大手4社が結構いろんな会社と保険料の事前調整、うんえー、つまり保険料をいくらにする、うん、代わりにこのぐらいに今、えーまえー、保証の内容を抑えるとかっていう事前の調整をやっていた。 で、これが、まあ、あの、保険業として、業法に照らして、問題のある取引である、ということになっていったと。うんじゃあ、まあ、これから、そのね、まあ、事前調整、保険料の事前調整というのを解消するためには何が必要か。はい。なんで、え、まあ、あの、 相手企業との事前交渉を進めるかっていうと、両者の間、損保の、損保会社と、その保証相手の加入者の会社の間に、資本関係がある。つまりは、この損保大手が、おっきい、結構重要な株主だと、はいまあ、取引先であると同時に、自分が持ってる資産、 を稼いでくれ、を稼がせてくれてる会社あるわけですよね。はい、なので、そういった、まあ、不正競争というのは、競争状態が不正になるんじゃないか。ということで、金融庁としてそれを解消しなさいと。はい。言うんですけれども、まあ、これも当然、まあ、損保会社としては、対応せざるを得ないと。で、一方ですね、じゃあなんでこれが、まあ、 日経新聞一面になるかというとですね、はい。え、この、政策保有株っていうのに呼ぶんですけれども、顧客と、お、うん、連絡を密する、にするために、えー、まあ、株を保有する。はい。売らないんですよね、それ。ああ、はい。普通。うんうんうん。だそれはもう、 関係性強化のために持っておく株なので、はい、えそれによって値上がり益を狙って、えー、なんていうことをやらないわけです。うん、ってことは超安定株主なんですね。うん、で、その超安定株主があ株を、まあ、あのー、放出すると。うん、で、えー、一応ですね、2023年の時点なんですけれども、はい、含み益があ4社合計で4兆円と。<laughs> これ、今もっと膨らんでるはずですからあ株価上がってますね。はいはい、で、えー、これだけの売り物が出るっていうのは、うん、株式相場にとってかなり大きいんですねそうですよね、はい、これ、値段下がっちゃいませんか。さあどううなんでしょう、うんお こういう時はむしろ買い場だって思う人も出るんですよね。はあ。だって、えー、これあの、おまあ、この政作株上位は、トヨタ、ホンダ、スズキ、えー、イト糸宙、うー、ーといったところ、私、はい、月科学、こういった銘柄が上位なんですけど、えー、まあ、有料株ですから、ね、確かに。それの出物があるぞっていうことで、なるほど。日経新聞さんは、色目いきなっちゃってる、まあ、それはね。う そうか、その、活性化してくれればというか、<ー>というか。で、<ー>その一方で、はいえー、私自身はこの政策保有株、または株の持ち合いというのは決して悪いことではないと思ってるんです。うんうん、あのー、どうもですね、えー、ここ20年ほどお、日本企業の株の持ち合い、これどうやるかっていうと、グループ企業間で、例えば、えー、安行の株を、おうんうん、まあ、工事が実、ジッパー、 はい、で、資料が、工事の株を十10%、資料株かも、飯田が、あの安い気が10%とかっていうふうに重ねると、お互い、まあ、安定株主を持った状態で経営ができるんですね。で、それをやると、投資家の声が届かないじゃないかと、だいぶ怒られて。 持ち合い解消というふうに言われたんですけれども、ええ、このお持ち合いをあまりにも低くしてしまうと、うんうん、企業の経営というのが、その都度都度の短期保有の株主目線で行われるようになると。はい、短期目線というのは長期的な人への投資よりはリストラの方が良いと。 はい。え、長い目で見て30年かけた投資計画よりは、え、まあ今ある在庫を取り崩したり、え、今ある工場とか研究設備う売っ払って利益出しちゃった方がいいっていう短期経営になる。逆に株主資本主義は問題なんじゃないかというのが明確になってきたリーマンショック以降の世界経済の中で、 この政策保有株はね、ちょっと損法はやらかしてるので、はい、仕方ない面はありますけれども、今一度安定株主の存在っていうのを見直す必要もあるのかなって思いますね。えー、この損害保険大手4社政策保有株ゼロへ今日のニュースプラスワンでした。 え続いて、えー、この時間はここだけニューススクープアップです。えー、今朝は能登半島地震から明日で2ヶ月ということでこちらのニュースです。能登半島地震から2ヶ月、被災地のボランティア宿泊拠点運用開始石川県は能登半島地震の被災地で活動してもらうボランティアの宿泊拠点を穴水町に設け26日から運用を始めました。 まあ、能登半島というところ、まあ途中からね、こう、東側にドッグレックしているという地形ですけれども、うん、ちょうどその回るあたりの付け根に当たるところに穴水増しているところが、はい、北に行けば、あー もう、和島があって、うんうん、そして東方面に行くと鈴だとかがあるというところで、まあ、ちょうどこの交通の要衝になるというようなこともあると思うんですが、うんうん、さあ,あ、およそ2ヶ月今どうなっているのか、えー、現地で支援活動を行っていらっしゃいます NPO 法人レスキューストックヤード代表理事の栗田信之さんと電話をつなぎましてお話を伺ってまいります。栗田さんおはようございます。おはようございます。よ,ますよろしくお願いいたします。お願いします。 クリスさんご、ご自身は今どちらにいらっしゃいますか。はい、え、まさに穴水町におります。ああ、今日お天気いかがですか。え、あの、割とね、あの、今日は気持ちのいい朝で。た<え>だ、寒いですけどもね。ああ、やっぱり気温は低いですか。気温低いですね。今の現状、町の様子いかがでしょうか。 壊れたものはほぼそのままでね、道路はでこぼこで、仮復旧はしてるんですけども、<ー>まあやっぱり風景は、まあ、見た目は変わってないですよね私も直後に入って、まあ、その時はまだ、ね、水も何もというところでしたけれども、その基本的な基礎インフラの部分というのは、どのぐらいまで回復してますか、はい、あの電気は、ね、あのほぼ 回復してで水道がまだ一部、あのはい、下水も含めてね、まだ困難な状態があの続いておりましてあの、まあ、通水したところもですね、はいその 各地内の,その配管がやっぱり壊れちゃったりとか、あ<ー>そうそうそう、あるいはこうあのボイラーが壊れちゃってお風呂入れないってことですね、なかなか厳しい状態についてますね。なるほど。鈴などはもう浄水場からやられてしまったとかね、そんな話も出てましたもんね。いやー、奥へ行けは行くこと大変ですよ、えー、まだまだ。うん。えー、で、まあ、どうですか、環境面でのリスクなどなどというのは。うんまあ、だからその その基本の、食べる、出す、寝るってあるじゃないですか。はい。うん、そこがね、まだまだ不自由な状況が、うん、あの、続いていて、うん、やっぱりい、い、うちが壊れた方は、うち帰れないわけですから、え<ー>。あの、あの避難生活があれからまあずっと続いてると。う,ん、うん。で、まあ電気が通ったっていう方で、一部ね、うちに帰られる方はありますけども、え、はい、やっぱり、買い物ができないとかですね。あ<ー>で、そもそも50、50%超える高齢化てたんで、はい。 うん普段からやっぱりね、そのお、支え合いで生きてらっしゃった方々が、本当にまだ苦しい状態が、まあ続いてるってことですよね。なるほど。 えー、スタジオには明治大学教授で経済学者飯田秀樹さんもいらっしゃいます。飯田です。よろしくお願いいたします。お願いします。えー、過去これまでもまあ震災さまざまな大中小規模あったと思うんですけれども、えー、今回の震災こういったところがあまあ今までの支援と違う、そして違って大変だという部分ってありますでしょうか。はい。まあ私も五十か所以上災害現場行ってますが。はい。 今回のように、もう入り,、うん、入りづらい被災地はほぼ記憶ないですね。<ー>要は半島に向かって北からしか入れませんから。はい、うん。で、まあ道路が寸断をして、うんあの、緊急車両ですら当初は渋滞を起こしたわけですね。うん。うん。だからこう被災地にたどり着けないっていう、まあこんなにも大変なんだっていうのはもう他とはちょっと違いますね。なるほど。これ東日本大震災の時も、うん、まああの、えー 三陸沿岸部等で道路施設貧弱だからという話聞かれましたけれども、えーえー、その日ではないぐらい、やはり道路が細いそうですね、あのー、東日本大震災でも、屈指の破作戦ってね、あのーはい、道路警戒を早くやっていただいて、うん、それで、まああのーまあ、東西南北の、まあ、一方向じゃない、その えー、三方向から入れたわけですよ。ああ<ー>、うん、確かに。ところが今回北方向しかなくって、しかも山の災害なんで、はい。その、住民さんが普段抜け道とかで使ってる道もほぼアウトなんですよね。土砂崩れがあったり、落石があったり、はい、うん。そういうものはね、あの、やっぱり時間かかりますんで、うん今、片側一車線でようやく通れたとか、はい。あ能登里山道路がもう、ほぼね、もう、その、土砂崩れで、 倒壊しちゃってますから、使えないとか。ああうん。時間かかりますね。こういう、あ<ー>このインフラの整備だけでもね。うん串の場作戦の時は、その真ん中のね、東北道であるとかっていうところは、あったから、こう、のように行けたけれども、その背骨の里山街道とかが、 今まだ止まっちゃってますもんね。えーえー、だから奥へ行く行き、ば行くほど、まだ厳しい状況は、うんうん、ま、続いてるということですね。さあ、そんな中で、これね、いよいよボランティアの宿泊拠点ができてってところですけれども、その集まり具合だとかっていうかがですかえ,ー、えあの、おかげさまでね、あの、多くの方が登録してらっしゃいますから、はい。 あのー、今までは宿泊施設がなかったので、あそうまあ、例えば朝6時に金沢出てもね、はい、もう2時間、3時間かかって、<ー>でまあ、夜まで帰ってくるとなると、活動時間が短かったんですが、<ー>この宿泊できるということで、その活動する時間が伸びましたんでね、あ<ー>うん、これからやっぱりそういうことで、あの長く活動していただくための拠点ができたっていうイメージですね<ー><ー>もうここから先はその、まあ、壊れた家から、まあ、あ物を運び出してとか、そういう人 腕が必要になっっててくるってことですかねそうなんですよ、もう8万棟ぐらいがやっぱ被害をやってますから、<ー>そんじゃそこらじゃ運び出せませんし、やっぱり、あのー、そのボランティアが必要だっていうことの一方で、はい、まあ片付けだけではなくってね、えー、もう今の避難所の、ね、運営増数カードだとか、うち、うん、に帰ってもねこう、やっぱり在宅の方で不自由な暮らし、ね、まだその車庫で暮らし,しちゃうとか。あ うん。避難所でもね、まだ座布団3枚でね、暮らしてらっしゃるとか、<ー>それからいよいよ仮設住宅が建ちますんで、はい。まあ、いわゆる孤独死を防げみたいなとこあるじゃないですか。なるほど。だから本当ね、関連死も含めて、はい、あの、丁寧に見ていく、その、ボランティアとか民間の役割は、非常に大きいと思ってます。うん あむしろだから、こっから先、そういう意味でいろんな人に入ってきてもらいたいフェーズになってくるわけですねそうなんですよ、飯田さん、だからね、えーあの、こうして放送させていただいてね、本当ありがたいんですけどね、えー、ぜひ、はいあの、まだまだなんだということをお伝えしたいですね。もちろんね、旅行で行って支援とかそういうのも、当、ま、時、あ、加賀地域はあるかもしれないですけども、えー、プラス、その能登に関しては、もう直接的に人手が必要という。そうです わかりました、あのー、福井さんご自身はもうしばらくずっとお穴水を中心にして活動を続けていくというとことですかずっと毎週あの出たり入ったりしますけども、ほぼ穴水にいるって感じですかね<ー>、えー、これ聞いてボランティア、じゃ行こうかっていう方は、どういった行動を取ればいいですか県の方で登録していただくという方法もありますし。はい 今あの、私たちの NPO もね、はい、130団体ぐらい入ってるかな。 で、た、例えば、その、子供が得意だとか、うん、あの、うん、あの、食料支援が得意とか、いろんなやっぱ分野があるじゃないですか、NPO もね。はい。そういうところを探していただいて、NPO のルートからも入ることできますんでね。うん、ぜひお問い合わせいただきたいと思うんです。なるほど。はい。わかりました。いや、富士山、本当、朝早くからお忙しい中でありがとうございます。こちらこそ、ありがとうございます。また引き続きいろいろ教えてください。はい、こちらこそ、ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。 NPO 法人レスキューストックヤード代表理事栗田信行さんと電話をつなぎましたここから先人が必要っていうねそう,いうまあそうですね、うん、でそれに伴って報道の頻度も下がってきています、はいうん、で、えー、実はここからこそが人手が必要なんだっていうのは強く訴えていきたいですよね。うん さあ、この、おぉ、能登半島自身、まだまだ大きな被害が出ていて、そして人でも、さらにね、えー、助けが必要だというところであります。えー、日本放送では被害に遭われた方々を少しでも支援するため、沖の皆様から支援金、義援金をお受けしております。えー、有楽町日本放送本社では、正面玄関に募金箱を置いています。えー、受付時間は平日の朝8時から夜8時までです。えー、夜間早朝土日祝日はお受けできません。えー、銀行振込は、三菱 UFJ 銀行、 本店普通預金口座番号1 8 5 六六一一三菱 UFJ 銀行本店普通預金口座番号一八五六六一一口座名義日本放送義援金、えー、こちらにお近くの銀行からお振り込みください、えー、なお振り込み手数料は各自でご負担という形になりますで義援金今日2月29日木曜日までの受付となっております皆様の温かいご協力どうぞよろしくお願いいたします